はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ドラクエビルダーズ2パート7ですね、やっていきたいと思います。で、前回この大ミミズを仲間にしたんですけれども、なんだろうな、腐った土をきれいにしてくれると言っているんですけど、なんかあんまり機能してない感じがするんだよな。なんかわかんねえ、きれいにはなってないよね、どう考えても。とりあえずこっちに話すか。土をきれいにする大ミミズと友達になれたと。魔物に好かれる才能でもあるんじゃないか。ついに健康な土を作って畑を大きくできます。情報通の大ミミズじゃなくて大ネズミのおかげ。理由はわからないけど、この島の大ネズミとリリパッドはやたらと人間に協力的。どんどん話を聞いてみるといいかもね、ということで依頼を達成。何の依頼だったんだ。土が増えて畑も広がっていい感じ。いや、土増えてない気がするんだよな。野菜を狙ってか最近やけに魔物が多い。衛兵の私としては見逃せない。今よりももっと強い武器を作って装備させてくれない。シドウ君と一緒に戦いの経験を積めば、刺激を受けてひらめくかも。石の剣を作って装備させて。石の剣とか俺持ってるよ。なんか指導のために作ったけどさ、なんか指導結局装備できなかったんだよね。これ取り出す。てか俺がそもそもさ、渡し方を渡せない。ちょっと待って、あ、そうだよね、装備地箱があって、指導の元に行っても別に石の剣は出てこないから、よし、じゃあこいつに渡そう。よし、ハートゲット。てかレベル2なんていうの、その制作レベル 2になるまで結構かかるね。てかヒノキの棒返されたんだけど。こいつだって何なんだ。あ、装備できる、こいつ装備できんな、ドルトン。まあ、ヒノキの棒でも装備させよう。お、装備した。こいつ戦闘要員か。こいつはダメだったよね。チャコちゃんも多分戦闘要員ではないよね。え、いいよ、キャベツ。じゃあちょっとこいつに話しかけるか。大ミミズ族はこの島でずっと健康な土を作ってきた。健康な土と鮮やかな緑で島がいっぱいになるところを見たい。早速腐った土を健康な土に変えていこう。ついにこの時が来ましたねって。え、まだ仕事してなかったのこいつ。どこを土にすればいいの。畑のところがいいよ。カカシが立っている場所が畑。そう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 。やるぞー、僕のアクロバティックな動き見ててよねーって。おお、おお、すげえ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 、すごいですねって。ほんとすごいよこれ。しかも早い。この一マスちょっと違ったんだな。カカシを中心に25マスくらい。じゃあちょっと種植えましょう。今のところね、やっぱりね、小麦で、小麦の種少ねえな。あ、やったね、ありがとう。なんでここ2マス空いてんだっけ。カカシが立ってるからかな。よし、ちょっと離そう。腐った土を健康な土に変えた。うっきゃーって何。あ、なんだ。ただ歓喜の悲鳴か。何か問題事かと思った。農園の土が全て腐り、わずかに育った作物も枯れ、もうダメかと。腐った土に囲まれて生きてきた。すっげえ不健康そうだな。カカシがある場所を健康な土に変えていく。また種をいくつか探しておいた。お、いいね。小麦、あー、キャベツか。小麦が欲しいんだよな。おお、来た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 、いいね、10個も手に入れた、達成。よしよしよし。ではちょっとキャベツここまで拡張させよう。え、植えるって、植えらんねえんだけど。え、何これ。え、なんで植えらんないので、ダメじゃんこいつ、意味不明すぎる。あ、そうか、あれか、耕してねえんだ。畑耕さないといけないんだけど、あれどうすんだっけ、勝手に耕してくれんだっけ。ちょっとこっちに話そう。
石の剣を装備させてくれた。強い武器を作れるようになったら、私や指導君みたいな戦える仲間にどんどん装備させて。強い武器も作らずに魔物強すぎやってらんないとか文句言っちゃダメ。破壊活動がはかどる。破壊神様の名前を知ってる。指導くらい、指導ちゃんに用事したハーゴン。もう言っちゃったよ。ビルド教とか。え、ハーゴンっているの？ちょっと謎だな。で、チャコちゃんがびっくりマークついてるんで、健康な土の匂い。もっと畑を広げたくなりました。まだまだ種が欲しい。ジバコさんに聞いたんですが、ここから北西黄色い丘を越えた先に古い農園の跡地、そこなら種があるかもしれない。地図を頼りに探してこいと。 OK。 ちょっと待って、なんか、ああこれは同じか。ちょっと待ってね、もう少しここ作物をね植えたいんだけど、あ、1日の動きってあれか、地図、あのミニマップ、右上にあるミニマップの左上に多分太陽がついてるちょっとメーターがあるんだけど、これ多分今の1日のその時間の流れだよね。だここで寝てったとしても夜になるまで突っ飛ばせないんだね。夜になって寝たら朝まで突っ飛ばせるけど、それまでは突っ飛ばせないんだな。畑をね耕してもらいたいんだよ。もう少し整地しとくか、ここら辺。じゃあ今のうちに、なんかもう、あ、来た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 、よしよしよし頑張れ。もう3人でやってるね。こいつはこの列を行くのか。あ、できるできる、植えられる。そうそうそう、植えるときこれが出るはずなんだよ。ハートゲット。おー頑張れ頑張れ。今が何時なんだかっていうのはよくわかんない。結構夕方近いよね。こいつらいつ畑耕すんだ。まあ、朝は畑耕してくれるとして、夕方にももう一回やってくれるのかな。そしてこの広いところ全部耕してくれるか。まあ、俺的にはここの列ね、ここの列やってくれれば全然いいんだけど、じゃあここはこれで、ここはやっぱキャベツでしょ。でここにもキャベツを植えましょうと。よし、お、畑の拡張を達成。こいつのさ、ウキャーっていうの紛らわしいんだけど。50マスの畑が完成した。モンゾーラにはかつて5種類の作物が育っていた。今2種類しか持ってないからね。大樹が枯れる前の島ではたくさんの作物が育つ大きな畑で収穫祭っていうのも開かれていた。大樹の様子、大きくなったかな。大きくなったね。お、ハートも飛び出すのか。お題を1つ達成して体重がさらに成長した。さらに壊しがいが出てきた。破壊の欲求を抑え込むのに苦労する。木を見て気が変わった。あれはどういう意味だ。こいつどこの魔法まで唱えられるの。ベギラマくらいまでかな。よし、ハートゲット。マギール、ドルトン、プラス5。あ、ハート放出したよってこと。それとも、え、どういうこと。話せばくれるとかないよね。いやあるから。もうやってるよ。で小麦がねちょっと育つのが遅いんだよね。もう一列小麦作るか。どうしようかな、一番こっちの端っこ小麦の列にしちゃおっかな。こうやって耕してほしいんだけど。横じゃなくて縦、まあ、この位置から見るとね。え、何、雨。あ、なるほど、雨も降るんだ。あれ、ちょっと待って、これどういうこと。めっちゃ湿ってんだけど。でも雨が降るって良くない、作物にとっては。まだ切れないか。ちょっとあの種を植えてから行きたいんだよね。小麦をちょっともう一列増やします。
よし、あとここ行きます。で、そしたら7個か。あれ何個あったっけ。1、2、3、4、5、6、7、ちょうどだな。小麦の種植えて植えて、よし1個ずつ植えていこう。今日ミミズ邪魔。お、どいた。おい、おいっと。よし、じゃあこれはまだ枯れないか。帰ってきた頃には枯れるかな。じゃあ、あのびっくりマークのところ行きましょう。近いんだか遠いんだかちょっとわからないけど、ダッシュすればね、結構早いからね。魔物は一旦無視でいいか。スライドとか倒しても大した経験値にならないでしょ。こっち側は結構な、結構すごくない？誰あれ？あ、スライムか。どうやっていく？あ、ハテナくんがいる。これはこの丘の先に離そう。いや人間、まさかあんたもあの人間の仲間かい？どの人間？この丘を越えた先におかしな人間がいる。クワを持って一人で暴れていた。仲間じゃないなら近づかない方がいい。興味があるなら行ってみなと。よし行ってみよう。なんかマークがついてんね。あれなんだ、モンスターみたいなマークがついてる。これさ、高いところから飛び降りた時に死ぬのかどうかだな。ちょっとさ、宝箱が見えたんだけど、いて、振動が来たけど、あの宝箱取りたい。取っていい？勝手にパクろう。おお、やったー、種ゲットからの、これ何マーク？あ、わかんねえ。あ、人間、おいらは腹が減って腹が減ってもうダメ。小麦の種を持ってんだけど、種なんか食いたくない。キャベツ10個まあいいよ、あげるよ。キャベツを持って話す、来い。なんとか生きていける。お約束の種、うん、まあまあまあかな。え、オオネズミ族との盟約？知らんがな。オイラも忘れちまった。これ何？え、何この達成？よくわかんねえな。あそこに樽があるね。壊してみよう。山賊張りだな。でもここ家作れるんじゃないか。今のさ、俺の家ってさ、屋根とかないからね。あっちにもいるんだよね。そしてまた宝箱が見えた。またこの人間と話そう。クッククこのような場所が残っているとは。私が破壊して差し上げましょう。なんですあなたたち、気安く声をかけないでいただきたい。なんですって、古い農園の跡地と作物の種を探している。目の前のこの地こそ農園の跡地。私が今壊そうとしているところです。そして種を持っていますがあげません。これどういう顔してんのこれ。なんかさ、もうちょっとなんていうの、この話し方ってなんか知的な感じがするけど、全然そんな顔じゃないよね。物を破壊し徳を積むことこそ私たちが生きている意味。破壊神様、どうか見ていてください。うん、それにしてもこの場所にカカシが立っていなくてよかった。カカシが土の近くに立っていたら農民の子孫の私はどうなっていた。うん、木の作業台でカカシを作って畑に置くのだけは絶対にやめてください。何この振り何なのこの振りは一体。ちょっとこいつに話しかけます。煙となんとかは高いところが好き。あなたも高いところが好きでしょ。あなたに私が高いところに登るためのクライミング技術役に立ちそうだな。冒険には高いところに登る場面が多々ある。クライミングを覚えて損はありません。ブロックを壁にくっつけて階段を作る。ジャンプしてブロックを下に積んでいく。あー、なるほどね。すげえ作業だな。クライミングで取ってくださいと言っても、こうやって置いていくってこと？ちょっと待って、いやわかんねえんだけど、割と強引だよな。
よしけと。え、ジャンプしてさ、一個ずつ。いや待って待って待って、難しいんだけど。これが結構いっぱいあるんだよな。一回ちょっと破壊しよう。一から作り直す。わかんねえやり方が。もうちょっと、もうちょっと整理してからやろう。よし。でよ、置きます、登ります、置きます。3マスあればさ、あでも無理か。え、下に置けないの？こうやってジャンプしてすぐ下に。そこに置けません。なんかこうやってさ地道に置いていくしかないんだけど。これ24個木材、あれ木材じゃダメだよ、足りなくね。行けるとこまで行こう。空腹、ちょっと待って、早えよ。俺もキャベツ10個食わなきゃ。キャベツ10個食えば 100% になる。さっきのネズミはそんな感じなのかな。あいつなんてさ、今さ上に登ってなかった？なんか高いとこまで来たの。来たわ来た。いけるか。あ、いける。よし、オッケー。合ってるのかよくわかんないけど。あ、なんか出てきた。命の木の実、ヒットポイントアップか。これ降りて大丈夫で、これちょっと回し、あ、しまった、上までいけねえじゃん。これ空中に浮いたまんまだよね。あ、浮いたまんまだな。まあいっか、ここら辺はすぐできるでしょう。命の木の実を手に入れた。クライミングうまくできましたか。うまくできたかどうだかよくわからん。食べると体力が上がる。いろんなとこに隠されていますと。とてもレアで見つけにくい場所にある。まあ、あるもんはねすぐ使っちゃおう。じゃあはい。お、5、結構上がったね。じゃあちょっとかかしだね。作業台なんてどこにある。あ、ここか。かかしってどうやってつくんだっけ。あ、全然全然余裕だ。アイテムがまたいっぱいになってきたけど、袋を手に入れたからね前回。じゃあかかしでも置きますかと。なんか変なとこに置いちゃったけど、ちょ待って、場所がちげんだけど。ほい、でこいつ、あなたまさかあそこにかかしを置いてしまった。なんて恐ろしいことを。ヌヒイカレが勝手に耕してくれるのか。不便な体だ。やはり恐れていた通り、体が勝手に土を耕した。破壊の神を私はものづくりに手を染めました。私は罪人です。どうか罰してください。なぜ、なぜハートが出てきた。なったのこいつ。隙間ってとりあえず全部埋めるか。柵は1個しか持ってないからね。奥から取ってきてって言ってたよね。あ、ここにあんのか。回収していこう。とりあえずある柵はまあ全部パクって、よし、これで足りるかな。7個。まずここあれだよね、全部で5個か。いい、あ、間違えた。これなかなかね難しいのよね。ほい、オッケー。新たなレシピ、木のフェンス、木の柵。あ、柵とかもまだ別に作れなかったんだ。
超大きい農場って書いてある。超大きいのこれで。ここが、あ、なるほどね。扉とかの方がモンスターとかに侵入されにくいのかな。柵で畑を囲んでしまった。なんてひどいことを。体が一人でに。あ、雨止んでる。体が一人でに柵で囲われた範囲の土を耕して。でもさ、土がまだね、そんなにあれだからね、汚いからね。その2つで囲うことでどこまでが畑かはっきりします。これでいろいろな形の畑を作れる。畑を耕したいなら一緒に農園を作らないか。ハーゴン兄弟の熱烈な信徒であるこの私を捕まえて連れ帰ってビルダーにしてやろうぜ。種を持っているのは黙って出せ。少しでも長生きしたいならな。これをどうぞ。小麦、よし。種集めも十分。畑に帰ろう。農園か。ヒースと申します。ついていきますから命ばかりはお助けを。でもさ、ここにさ、農園作ったとしてもさ、遠くない？ちょっとここを拠点にしろってこと？はしごとか作れるようになると、なんか2階建ての家とかできそうだね。これもなんか屋根っぽいもんね。今のところなんか屋根とかそういうのないからな、うちの家。雨降ってきたらどうしようもない。ではあ、ちょっと待って、幽霊が来た。しかしあいつも戦って強くね。うん、どうした。うん、おう、いや、幽霊強え、マジ強え。うわ、寝た。ちょっと待って、やばいやばいやばい。いや、ヒットポイントがすげえ、幽霊。まだ鳥鳴きを倒そう。うわ、めんどくさーこいつ。いってすっげえ減った。1じゃん、あいつ。あ、もうそろそろ朝になるね。倒せなかったかー。あ、倒してじゃなくて、いた。じゃあ指導に任せよう。これ幽霊だから消えるんだ。でもあいつ追尾してんね。フルボッコにするとこだ。できれば倒しておきたい。会心の一撃、今追っかけてる追っかけてる。あ、朝になって消えてしまった。結局倒せなかったし。てか、どんだけいるのこいつら。これさ、マップ出してるとき大丈夫か。オオネズミの丘がここでしょ。ここら辺って拠点ないの。もうちょっと周りを探索しよう。ワープ地点が欲しいんだけど、ないかな。これって何？ただの岩？あ、袋に勝手に入るわ。なんか雲みたいなのがある。お、なんだ。まあ、いっか。影が、雲の影が通り過ぎていってるけど。いや、ないかな、ワープは。まあ、いっか。ちょっと一回戻りましょう。じゃあ拠点に。おお、誰に話すの、こいつ。ここが農園。なんとおぞましい。ものづくりなど神をも恐れぬ声に手を染めるビルダー名、異端者名。副総督様、滞在人のビルダーがこやつらの企みを破壊してください。お前もここで畑を作るのだ。腰が砕け散るまで働くがよい。副総督様いいでしょう、仲間になります。変わり身早いな。
こいつは何をしてくれんの？ただの人材？特殊な人材ではなさそうだね。で、チャコちゃん、この島の農民の子孫、畑が広がり若木が育った。お題が3つだけというのは簡単すぎではないでしょうか。かかしを立てて新しい畑を作りましょう。木の柵と木のフェンスを使えば変わった形の畑も作れるかもしれない。別に変わった形の畑じゃなくていい気がするんだけどな。普通の畑でいいよ。よし、小麦回収できるものを回収しとこう。いや、小麦が大変だな。あ、モンスターか。てかさ、作物まだできてないやつも狙われちゃうのかな。あ、こいつ怖えってやってるわ。あ、こいつもか。ミミズくんもか。戦闘に出てるのは？あ、一応こいつ戦闘に出てるな。なんか武器持たせるか。素手だからな。ちょ、引っかかってんのがめんどくさいね。こいつ走んねえからさ、おっせんだけど。ちょっとなんだっけ、ヒースだっけキースだっけ、なんだか忘れちゃったけど、武器を持たせてあげよう。あとヒノキの棒だけっていうのもちょっとね。指導専用装備はダメか。石の剣をじゃあ2つ作って、あいつらに装備させてあげましょう。こいつ、あ、コンボ捨ててんだ。で、お前も、はい、よし、いいね。じゃあ次はこいつか。ミカミックス、農園作りもものづくりも順調。ものづくりの虜、さらなるものづくりができるようにみんなものづくり力を上げてくれるか。ちょっとまだ足りないんだよね。うん、苦労してる苦労してる。え、武器で金を叩く、そんなんあんの。どう、は、意味不明。いや、成長できねえよ。は、いや、意味不明意味不明。ここでなんかハートを出してくれるってこと？でもハートなんて出してくんねえんだけど。一応ちょっとミミズとかがイベント起きそうだね。もう少し、もう一農園作るか。じゃあてか柵作るか。じゃあ柵何個必要なの？すっげえ必要だよね。でもここさ、柵できなくない？柵がいらないか。あ、水をあげているね。柵ってどうやって作るんだ、そもそも。あ、16個できんのか。あ、違う違う、10個。今16個持ってるってことか。じゃあ30個くらい作っとこう。で、柵とあとあれだよ、一応木の扉みたいなのも作っとく。木のフェンスか、まあ、大したあれじゃないからな。ほい、道具袋に入っちゃったんだけど、これ骨いらない。骨なんなの。ただの屍となった骨で、じゃあまずはここら辺に柵を置いておきますかね。なるべくなんか真ん中あったらいいんだよな。はい、か、ほい。さあさあさあ、それで、ちょっと間違えした。じゃあここら辺からさ、持ってくるからさ、わけのわかんない地形になっちゃうんだよ。もうちょっとこっちの方からでいいや。で、何するかっていうと、ここがないからフェンスが立てらんないのよ。あれ、持ってこれない。
ここに一応1個置いときましょう。で、じゃあ、柵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 だけど、ここは柵いらないね。で、柵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 、ほい、ほい、慣れてくると早い。はっ、はっ、はっ、間違えた。あ、間違えてない。あれ、間違えてるわ、やっぱ。ほっ、誰がつながっちったよ。ほっ、わけのわからんことになっている。うん、なんだこれ。ほっ、よっ、こっちのやつ全部回収しよう。なんか本当はな、ここら辺に作れってこと。いや違う、かかしの位置はだって指定されてたもん。ちょ、邪魔。狩ろう、狩れるもんは狩ろう。たまに持てない時はね、ちょ待って、まだ操作になれないな。暴発する。でこれさ、柵を作る意味がまだいまいちそこまで重要な感じもしないんだよな。なくてもよくないっていうのがなんか本音、俺の中では。よし、囲むことによってなんかなるのか、ピコピコピコみたいな。で本当はさ、農園ってどう思う、なんかこの全部やっちゃっていいのかな。なんかこう一応通路的なところはさ、俺確保してるんだけど、まあいいか。あれ、こいつなんて言ってたんだっけ。いや、ちょっと一回り成長しなきゃいけないのか。そっかそっかそっか。あれ、これまだそう枯れないんだよね。ここ一マスいけそうだな。ちょっと種を植えますかと。ほい。でここの列はまあ一応通路で、ここも通路。かかしの位置やっぱなんか埋めとくべきだったな。今のところ12345678912345678981マスってこと。まあ、ここがないか。あ、いや、あるか。なんだかわけわかんなくなってきたな。よし、じゃあ、まあ、とりあえず、今回はこんな感じで、一応、柵を、作れるようになって、まあ、ちょっとしたさ、その農場か。農場っぽいものを、作れるようになりましたというところで、じゃあ、今回はこれで終了したいと思います。まあ、小麦の収穫がね、ちょっと遅れてるんで、もう一回、農園作って、まあ種はねそこそこあるんで、あ、できた。まあいいや、それは次回やっていきたいと思います。今回はこれで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。